それでは、知事、定例記者会見を始めます。発表項目につきまして、知事、よろしくお願いします。はい、今日のお花ですけれども、黄色がアルストロメリア。なかなか綺麗な花ですね。それから紫がベロニカ、そして桃はヒペリカムという花だそうです。さて、発表項目は5つございます。まず、モンゴル訪問についてですが、この8月4日から9日までモンゴル国工業農牧業省、現在は食料農牧業省と産業省と、なっておりますけれども、それとの経済分野の協力に関する覚書調印1周年を記念する式典などに参加するためにモンゴルを訪問いたします。今回は商談会や物産展に出展する本県企業関係者などの経済団、友好協定締結先のドルノゴビ県の高校生との交流などを目的とした県内の高校生交流団とともに訪問をいたします。モンゴル国とのさらなる交流を進めるために、新たにモンゴル国教育文化科学省と教育分野の協力に関する覚書に調印する予定になっております。この覚書は高校生等の青少年の相互交流や文化芸術文化財保護分野、また科学技術の研究分野での交流を活発にすることを目指すものです。昨年5月に工業農牧業省と調印いたしました経済分野の協力に関する覚書と同様、一国の政府と日本の地方自治体が教育分野で覚書を交わすのは例がないものでございます。合わせて東京オリンピックの事前キャンプ等につきまして、焼津市長と伊豆の国市長がモンゴルの競技団体と覚書を調印なさるということになり、私もモンゴル国保健スポーツ省の関係者とともに調印に立ち会う予定でございます。今回の訪問ではこのように新しい取り組みを進めまして、本県とモンゴルとの交流の拡大、平和の確保につなげてまいりたいと考えております。2つ目の発表項目です。第2回の愛の歌、これですが、出会いから子育てまでの短歌コンテストの作品募集でございます。子育ては命をつなぐ幸せの愛を育む尊き仕事という歌から取りました子育ては尊い仕事という理念を未来につなげるプロジェクトとして短歌愛の歌を昨年度募集いたしました。全国43の都道府県、そしてアメリカやイギリスからもご応募していただきまして、応募期間わずか1ヶ月間でしたけれども約2800首もの作品が寄せられるなど、大変好評でございました。今年度も従いまして、審査に当たっていただきました、田中明彦さんと歌原町さんが、その私も含めて提案したんですけど、その時ぜひ、今年度と言いますか、昨年持ちのやりなさいというふうに言われまして、大変励まされました。で、募集期間は夏休み中に家族で読んでいただくことを期待しておりまして、またなるべく多くの方々にご応募いただきたいために、8月1日土曜日から9月30日水曜までの2ヶ月間といたしました。前回の2倍の期間です。どなたでも応募できます。昨年度の応募作品の中で特に印象に残った歌がございます。それはジュニア部門で優秀賞を受賞された小学校5年生の歌ですが、パパとママ気に入ってるよこの名前、世界に一つ秋山もみじというんですね。名付けてくれたご両親の思いを受け止めた、こんなふうに呼んでもらった親御さんもさぞかし嬉しかったと思います。まさに短歌によって子育ては尊い仕事であるということを実感できる良い歌だとして記憶しております。こうした歌をぜひご応募いただきたいと存じます。応募作品の審査は昨年度から引き続きまして、子育て真っ最中の歌人の田原町さんと田中明さんにお願いをいたしました。審査の結果は来年の1月中旬に発表を予定しております。そしてそれを受けまして、平成28年来年3月5日の土曜日には審査員の2人をお招きし表彰式を開催いたします。受賞者には表彰式にご招待を申し上げます。表彰式の後、審査員2人と県立美術館館長の羽賀徹先生の3名による提談を開催する予定にしております。
また昨年度の募集時に多方面から単価コンテストに応募した方は読み方がわからないか教えてください、またあるいは単価を通して子育ての尊さを考えたい、等々声がありましたことを受けまして、今年度は新たに単価募集期間中に初心者向けの単価教室を開催いたします。普段単価に触れる機会が少ない人もチャレンジしていただきたいと存じます。田中教室さんをはじめ講師の方が優しく教えてくださいますから、読み方が分からないという方も単価教室に参加してぜひコンテストに応募していただければと思います。出会いから子育てまでのライフイベントにおけるそれぞれの印象的な場面、あるいはその時の感情を読んで、また読まれた短歌に触れることにより県民一人一人が子どもや親、配偶者や恋人との信頼関係を築くことの喜び、またそのかけがえのなさに気づき、それを大切にする機運の醸成を図ることによって、子育ては尊い仕事であるという理念のさらなる浸透を図っていく所存であります。3つ目の発表項目ですが、食の都ブランド適正表示マークの決定であります。ご覧くださいませ、これであります。食品表示は食品に関する原料原産地や食品添加物の使用状況などの情報を消費者へ伝える極めて重要なものです。また食材の王国である本県におきまして、食品表示を適正に行うことは事業者や生産者にとってもブランドを守るために必要です。このため適正に表示された食品を消費者に安心して購入していただくために、本年度から新たに食品表示責任者を要請し、事業所におきまして食品表示責任者が中心となり、食品表示の自主管理について促進できるよう支援することとしたものであります。食品表示責任者が確認した県産食品には消費者にも分かりやすく、また適正な表示がされていることを示す食の都ブランド適正表示マークを使用できることといたしまして、この度マークのデザインを決定いたしました。こちらにあるものでございます。マークの制作は若い人に食品表示への関心を持っていただこうということから、静岡デザイン専門学校の生徒さんにマークデザインの制作を依頼いたしまして、若い人の視点から20作品のデザインが提出されました。これをデザイナーに、プロのデザイナーに審査していただき、そこから選ばれたのがグラフィックデザイン科3年島崎遥さんがデザインされたものでございます。マークの採用にあたりましては、適正表示が伝わりやすく、いろいろな食品に表示されるため、シンプルで、また静岡県で作られた食品であることが一目でわかるものを選ぶことになりました。富士山の姿で富士の国ということがわかります。で、このマークにより、マークの使用につきましては、県産食品、またはこれを原料として製造加工された食品を対象にいたしまして、食品表示責任者を設置する事業所において施設や食品に表示することができます。このマークは9月初旬から販売店等で見られる予定でございます。このマークによりまして、消費者にとりましては食品の表示が適正で他の産地が混ざり合っていない静岡県産の農水産食品であること、もしくは原料に静岡県産の食品を使用している食品であることが分かるようになります。今後は食品の適正表示に関する講習会を県下各地で開催いたしまして、食品表示責任者を要請し、本マークを広く県民の方、また全国に知っていただくよう広報啓発してまいります。4つ目の発表項目ですが、これなかなか魅力的なものです。富士の国名産品のふるさと割販売が本格化するということでございます。本県産品、農芸品、工芸品等々ございますが、全国に向けた販路拡大を図るために、富士の国名産品ふるさと割販売を7月から始めました。で、公募で優れた販売方法を提案なさった楽天さん、他県内企画会社など旧事業者が第1弾の販売を順次開始することになったわけです。もしこれがうまくいきますと、第2弾の販売を実施いたします。7月30日からインターネット通販最大手の楽天市場が販売を開始いたします。店舗販売は7月29日から8月3日まで高島屋立川店、7月30日から8月5日まで
丸井ファミリー海老名店で静岡フェアが開催されます。ふるさと割は通常価格から3割引きで販売するものであります。8月以降も店舗やインターネットでの販売、カタログ販売を順次スタートしてまいります。イベント、テレビ、新聞、雑誌等の広報媒体と十分な連携を図りながら販売を進めてまいります。売上目標は30億円です。県産品の全国展開の足がかりとし、首都圏高級スーパーや百貨店での販路定着、新規開拓を図ります。なお、本事業は国の緊急経済対策の交付金を活用して実施するものであります。5つ目、最後の発表項目ですが、東静岡駅周辺地区整備担当参事を設置いたしました。昨日静岡市長と会談して検討構想をはじめ、さまざまな事柄について意見交換を行いました。本県と静岡市は今後も多くの課題について議論を続けていく必要があると痛感いたしました。そうした課題のうち、東静岡駅周辺地区の整備については県都にふさわしい街づくりを進めるために重要な課題だという認識を持っています。今年4月に高階修司先生に会長を務めていただきました有識者会議から、富士の国の文化力を生かした地域づくり基本構想というご答申をいただきました。その答申を踏まえまして、国内外の人々を引きつける文化力の拠点の整備を進めてまいります。早急に基本構想実現のために文化力の拠点基本計画を策定する必要がございます。第1回の専門会議を8月24日に開催いたしまして、文化力の拠点施設に必要な機能、規模、外部デザイン、等々、デザインなどにつきましても、具体的な外部空間のデザインなどにつきまして具体的な検討を進めてまいります。重要課題であると受け止めておりますが、東静岡駅周辺地区整備に向けまして、私どもはスピード感を持って取り組んでいく姿勢を対外的に明らかにするために、静岡市や外部専門家などと調整にあたる担当参事を企画課に設置することといたしました。担当参事には8月1日付で企画広報部政策企画局参事の西宮秀和君51歳を当てます。産業振興や観光交流に関する経験が西宮氏は豊富でございます。幅広い視野を持つ人物でありまして、県庁内外の困難な接触が多くなることが見込まれる本ポストに適任であると考えて任命するものであります。なお、静岡市との調整にあたりましては、本県から昨年の4月から静岡市に派遣しております山田勝彦静岡市企画調整官とも連携を密にし、着実に施策を推進してまいりたいと考えております。私からの発表項目は以上であります。幹事社朝日テレビです。今の発表内容について、各社さん質問はありますでしょうか。では内容なので幹事社質問に移らせていただきます。幹事社質問は2点あります。西伊豆町で今月11日動物よけの電気柵による感電事故がありました。事故を受けてのご所感と今後県として何か対策に乗り出すお考えがあればお聞かせください。2点目です。県議会6月定例会の常任委員会で新たな県の総合戦略と長期人口ビジョンの素案が示されました。閉会後には県議会の各会派からさまざまな意見がありましたが、それを受けて見直しが必要とお考えになっている部分がありますでしょうか。また人口ビジョンの中では合計特殊出生率を2020年時点で 2.07 に向上させることなども掲げていますが、その狙いと実現性についてお聞かせください。ご質問ありがとうございました。誠に、最初の質問でございますが、誠にもって残念な事故でございました。この事故でお子様2人を含む7人もの方々が感電することになり、そのうち40代のまだ若い男性2人が亡くなられたのは、悔やんでも悔やみきれないところがあります。心からお悔やみを申し上げるものでございます。今回の事故では電気柵の設置にあたりまして、電気事業法に違反してたわけですけれども、適切な措置が講じられていなかった可能性があるというふうに聞いています。野生鳥獣の被害状況を勘案しますと、被害防止対策は喫緊の課題であると、
というのは県全体での認識でございますが、その方法として電気柵は有力な手段で、まあ、あちらこちらで、簡単に手に入るものでもあります。この電気柵の設置の際にはしかし感電防止のために適切な措置を取るようこれから周知に努めてまいらねばならないと思っております。事故発生後の21日に県内全農林、全ての農林事務所7カ所におきまして緊急会議を開催しました。で各市町 JA の方々にお集まりいただきまして電気柵の安全対策の周知について確認したところです。さらにこれまで国および県の補助事業で設置した県内76地区約 200km につきましてすでに点検を始めていますが、今月30日までに点検を完了いたします。その他それぞれ市長が把握しているのにつきましても、早急に点検するよう要請しました。8月5日までに市長から報告をいただくこととなっています。今後も、市長や JA の協力を得ましてさまざまな広報媒体を通じて電気柵の安全確保措置について周知徹底に努めてまいります。一方これが河川で起こったということでございますので、河川管理者といたしまして、まずは県の管理河川のうち電気柵が多く設置されている地域でですね、一般の方の河川利用が多いと想定される箇所を対象として緊急河川パトロールを実施いたします。また各土木事務所に通報相談の窓口を設けます。一般の方々からの河川内や河川沿いに電気柵が設置されている箇所の通報とか電気柵の所有者からの相談に対応いたします。2つ目のご質問、長期人口ビジョン総合戦略の見直しについてでございますが、各会からの提言をいただきました。喫緊の課題であります人口減少を克服して地方創生を図るために本県独自の長期人口ビジョン及び総合戦略の策定に各界各層の皆様の参加のもとで今全県を挙げて取り組んでいるところであります。この6月に長期ビジョン長期人口ビジョン及び総合戦略の素案を策定いたしました。そして6月県議会定例会のすべての常任委員会でご審議いただくとともに閉会日7月13日には各会派の皆様から政策提言をいただいたところでございます。各会派からの提言は例えば合計特殊勝率2の達成に向けて施策の充実を図るべきである、女性や若者の意見を積極的に施策に反映すべきである、地域のまちづくりのニーズの把握に努め戦略に盛り込むべきである、等々施策提案をはじめ数値目標の新規設定であるとか見直しに関するものなど、計144項目に及ぶご意見をいただきました。県議会各会派からいただきましたご意見はいずれも本県の地方創生の推進に関する有意義な内容です。これらの提言を真摯に受け止めまして最大限尊重し積極的に素案への反映を図ることとしておりまして、そうしたことを通じまして総合戦略、等の精度を高めてまいります。今後県議会の皆様のご意見の反映に加えまして来る8月3日に開催する予定でございます美しい富士の国町人仕事創生県民会議や5つの県域5地域ごとの地域会議、去る7月21日から8月11日まで実施しておりますパブリックコメントなどを通じて幅広い県民の皆様のご意見を積極的に反映していく姿勢でおります。県議会各会をはじめさまざまな皆様のご意見を反映いたしまして精度を高めた原案につきましては改めて9月県議会定例会でご審議をいただきまして県民の英知を結集した長期人口ビジョンと総合戦略を10月中に成案させたいと考えております。これに関連いたしまして合計特殊勝率を2020年時点で 2.07 に向上させることを掲げています。この点についてのご質問でありますが、私どもが6月に取りまとめた長期人口ビジョンの素案では本県人口の長期的な見通しとして社人権国立社会保障人口問題研究所の推計ベースでは2060年に人口が238万7千人と見込まれております。一方オール静岡でさまざまな効果的な対策を講じますれば2020年に合計特殊勝率を 2.07 に回復させ同時に社会移動の均衡が達成されれば2060年に
300万人程度の人口が確保され、長期的には2090年以降290万人程度の安定した人口水準が維持されるという将来展望を示しております。将来にわたり本県の活力を維持伸長する上で必要な水準だと認識しています。さて、合計特殊出生率 2.00 の狙いと実現性ですが、この少子化対策に関する県民意識調査、これを平成26年8月に行ったわけでございますが、昨年ですね、本県の若者の8割、正確には 84.5% が結婚を希望して、既婚者が理想とする子どもの数の平均は 2.43 人となっているわけです。本県は国の地方創生に先駆けまして、総合計画後期アクションプランの目標に合計特殊出生率2を掲げました。で、若い世代の2人以上の子どもを持ちたいという希望を叶えたいと、希望を叶えるべきであると、そうした社会の実現を目指そうということで、また子育ては尊い仕事のという理念の普及による静岡型の子育て支援等を積極的に推進しているところであります。若い世代の切実なと同時に、未来を希望を持って、描いている、その声をですね、真摯に受け止めまして実現を果たしていくことが私どもに課せられた責務であると考えております。ちなみに本県の合計特殊出生率は平成16年と11年前は 1.37 でした。それから10年経ちました平成25年には 1.53 まで回復したのでございます。平成26年、昨年は 1.50 と若干低下しましたが、大きなトレンドとしては回復傾向にあるという認識を持っております。また市町別でさまざまなこのばらつきがあるわけですけれども、意欲的な取り組みをお進めになっている長泉町と裾野市では 1.82 という数字を達成されました。また1.8 を超える市町も現れておりまして、こうしたことを踏まえまして、1.8 に近い市町はございまして、県民総ぐるみで若い世代の希望が叶えられる環境整備に取り組むことで達成可能な目標というふうに考えているのです。で、その実現に向けましては、県のみならず市町や民間県民など社会全体での取り組みが不可欠です。より一層の取り組みを強化する必要があります。今後県民会議や地域会議、パブリックコメントなどを通じまして、各界各層の皆様の英知を結集し、合計特殊出生率2の実現に向けてより一層効果的な施策の充実を図り、若い世代の希望の叶えられる社会を目指してオール静岡で取り組みを推進してまいりたいということであります。こういう人口数制というのは物理現象ではありませんで、その、統計の後ろには生きた人間の気持ち、意思が働いています。1966年の日の出馬の年にはこの出生率がガタッと落ちました。それはその年は日の出馬なので子供を作らないでおこうという意思が働いているからです。ですから、この社会全体の意識といいますか、若い世代を大切にしようという意識が高まり、また子育てがしやすい環境が整えられればですね、この 2.43 人という、この平均の希望の数字はですね、達成できるに違いない、縛れるは達成しなきゃならんと考えているというところでございます。ありがとうございました。今の幹事社質問に対する追加の質問はありますでしょうか。石原さん。すみません、中心部の石原です。電気柵の関連で、一つ教えていただきたいんですけれども、今のお話で、適切な対策を取るように、周知を徹底していくというお話だったんですが、県として独自に新たな、例えば設置の規制であるとか、あとは設置をする場合にこのような許可を取らなきゃいけないという新しい制度を作るであるとか、いらっしゃいますでしょうか。特段その検討はしていませんが、とりあえず、こうした危ないところがあるかどうか、またこういう電気柵を設置する場合の安全な基準がございまして、その基準手続きをしっかり取るようにということを周知徹底するということですね。そしてまたそうしたところがあるかないかと、あるところはすべて網羅的に調べていこうと
まあ、いうことで今それを調べている最中です。さしあっては、まあ、この作業を集中的に進めていくと、いうことでございます。わかりました。ありがとうございます。はい、ではその他のことについて、質問がある方は挙手をお願いします。暑いですからね。 あった小菅さん。第一テレビの小菅と申します。すみません、よろしくお願いします。昨日田辺市長と会談されましたが、はい、マックス会談最後に検討しますと田辺市長おっしゃってましたが、その後のぶら下がりで、まあ、あれは調整官の人事の話で検討コストについて検討すると言ったわけじゃないというような発言をされていたんですが、これに関して知事はどのようなご感想をお持ちなのか、お願いいたします。小菅さんはその場にいらしたんですか。はい、いました。はい、どういう印象を持たれました。まあ、確かに脈々だとそう捉え検討構想についてかなというふうな感じを受けましたが、はい、私もそう取りました。で、まあ、その後、職員の話についてだと言われて記者の方もびっくりしたと、いうことを聞きましてですね、私もびっくりしたということです。まあ、田辺さんがそういう、状態の中、今後どう検討構想については進めて、いこうとお考えなのかいかがでしょうか。やっぱりオープンでするのがいいと思いますね。もし2人だけで、やっていると何を話したのかということについて、正確に伝わるかどうかという懸念がありますので、そうしたことで私はぜひこれは皆さんの前でやることが必要だということで、おそらくですね、まあ、その全ての方々が、まあ、記録も残っていると思いますけれども、誰もが検討構想について力強く検討させていただきますと言われたと受け止めまして、私もそのことを聞いて、まあ、元気づけられたということでございました。まあ、ですから、皆さんそう受け止められたということもありまして、まあ、本人のその後の意見はともかくといたしまして、まあ、これからですね、市長さん以外にも、市議の皆様方、また市幹部の皆様方、中んずく静岡市の市民の皆様ですね、3つの区がありますので、清水区、駿河区、葵区、そうしたところで公聴会のようなものを開きまして、一体その検討構想って一体何なのだという、まあ、そういうご疑念を多くの方が持たれていると思いますので、まあ、丁寧にご説明申し上げていきたいと。まあ、これは権限争いの問題ではなくてですね、この広い静岡市を、いかにその自治の能力を上げつつ、かつ、まあ、静岡市が静岡都になるだけで、特段中身が変わるわけではありません。ただお金が効率的に動かされるようになるだろうと。その背景にはやはり人口が70万を切りますと、もう政令指定都市としての資格は今の運用基準から言ってもですね、もう失うことになるんですね。ですからそうしたことを踏まえて、やはり先のことを考えればならないと。10年前に政令指定都市になり、これから10年後どうなるかと。でこれは第三次総合計画にその、まあ、65万人から50万台になるということを文章でも歌ってるんですね。でそうすると70万人を寄付するということをいかに強がり思っていってもですね、これはなかなかに難しい問題がありますから、その時のことを合わせて考えるのがやはり政治者としての、まあ、義務であるということです。ですからなるべく多くの方々にですね、丁寧にご説明をして差し上げて、でそしてまたご意見も賜ってですね、周知徹底を図り、でまた、いい方法を私の方も学んでいきたいというふうに思っています。まあ、知事今少しおっしゃいましたけど、まあ、結構市民の関心もとても高いようで、はい、ですが具体的にその市民生活にその検討構想になることでどんなメリットが
あるのかっていうところは分からないというご意見がすごく多くてですね、まあ、どうなるか分かりませんが、具体的に公共料金が安くなるのか、なんかこんな政策が早まるとか、そういうことなのか分かりませんが、市民にとってそのどんなメリットが出ると考えてらっしゃるのか、いかがでしょうか。そうですね、まあ、一番私たちがやらなくてはならないということは、社会基盤の整備と安全性の確保です。でこうしたことは個人のあるいは企業の部分的な生活や仕事の中ではなかなかできません。で例えば、まあ、一番の大動脈であるというのは、縦軸ではですね、この駅前から伊川湖に至る道ですね。でこれは県道として、まあ、かつては沼津の土木事務所を上回るお金を投じまして作ってきたものです。で、まあ、しかしこの10年、一向にそれが進みませんね。用地の賠償は終わってます。まあ、しかしながら新東名の道路の拡幅をもう千年一律のごとくですね、進んでいると。でしかも横に川の方に道を作って、しかも信号まで作ったりしてですね、ちょっとその順序が違うんじゃないかという意見も生活者から出てきております。まあ、こうしたものは渋滞するところなので拡幅しなくちゃならないわけですが、まあ、こうしたものはですね、やはりお金がかかります。それから技術者がいります。そしてこれを早くすることによって全体としてのコストが下がりますね。まあ、そういう意味でですね、これは一例ですけれども、県道が指導になった政令市ですからね。でこうしたところ、実はこれは浜松市でも同じで、もう、非常に広大な政令市ですから。でしかも天竜川があります。たくさんの橋がかかってます。奥深いところにも道があります。でこうしたところはお金がなかなか足りないと。中根塚、ここはですね、一番財政規模が小さいところで借金も多いということですね。で私どもは県全体の税金を頂戴しておりますし、ですからそういうものをですね、どこに集中的にやっていったらいいかということなんですが、ただそうした形で生活の下支えが確実にできるということですね。でもう一つ、やはりそれぞれの代表者が駿河区、清水区、青木区からほぼ3分の1ずつ出てられるんですけれども、どうでしょう、清水区の代表の方がその青木区の井川のあたりのところにご関心がどれほどおありか、その反対はどうかということもありますね。ですからやはり地元の行政について、その地元の役所があるのが一番いいということで、まあ、せっかく特別自治区というものが法律上、できたのでありますから、それを一部ほんのわずかですね、200万人というその規制を緩和すれば特別自治区を置けるわけですね。そうすると特別区長を自分たちで辞める、自分たちの主張をその方たちに託せると。でそこの議会で決定していただけると。で同時に我々は広域を担ってますから。で同時にですね、これは県とかだけの問題じゃないんですよ。5つの地域に分けているというのをご存知でしょうか。私は知事になりまして、基本構想というのを出しました。でそして後期アクションプランにですね、伊豆、ここは観光交流圏だと。で東部というのは中泉の病院もありますので、これは健康交流圏だと。でここは県としての中核都市だと。それから平灰原は、これは空港がありますから、空港を中心にした交流県だと。でそして遠州は浜本を中心にものづくりで、また音楽の都など躍動県だということでですね、そういうのを後期アクションプランで出しているわけです。その一環として、その、この本についてはですね、日本の理想郷富士の国の県都にふさわしい中枢都市圏というふうに歌って、パンフレットも作り、ホームページで公表してるんですよ。ですから何かここだけは問題になってるんですが、まあ、実はそれ5つの地域同じように問題にしていますというか課題にしております。そうしたものを進める一環として我々の県の持っている権限、財源、人材、これをですね、その地域の市町村レベルに下ろしていって、5つの今申しました県域に分けていこうということでやっております。そうすると驚いたことにですね、今日BS ジャパンに関係されてるところありますか。 BS ジャパンがですね、私、県立美術館に呼び出されまして、
でそれで何でしたか、8月2日に BS ジャパン日本新発見静岡県というのを取り上げると、でついてはまずはとおっしゃったので、どういうことですかと、実は今言った5つの県域というのをホームページで読んで、誠に面白いので、通常は1県1回なのに、下灰原を除いて4つの地域をですね順番にやっていくと。で今日は富士山だと。で富士山マンダラ図が本物がですね、富士山の何て言いましたかね、絹に描かれたマンダラ図があります、三景図がありますが、この原本があるということで、それをお許しを得て重要文化財ですけれども取材したいと、ついてはその説明が欲しいということでですね、来られまして、でそして第1回放送が8月2日富士山が育む自然の魅力、第2回は伊豆半島の観光資源、第3回は浜松のものづくりの今と昔音楽の街浜松、第4回は日程調整、中ながら静岡県の中心地家康が愛した町静岡市と。でこれを5つの地域県に基づいた各回各放送のテーマ設定ということで、 BS ジャパンのですね編集者が来られて、有名な何て言ったかな、熱海五郎一座伊藤四郎さん、伊藤といえば熱海だと、四郎に一足して五郎だというわけで、その三宅一さんがですね本県出身の何て言ったかな加藤貴子さんという女優さんと一緒に、1時間番組で静岡県の紹介してくださると。ですからそういう中でここは県都として中核都市を作るということは我々の後期アクションプランに、これは県警を経て作られたものですけど歌ってるんですね。そうした中でのこの県都構想なんです。でそして70万を切るともう中核都市と実態としてはなるので、その時に何て言いますか権限も失いお金もないという時にどうしたらいいかということでですね、静岡市を静岡都に格上げしつつ、各自治体、今の区ですね、今は行政区ですけれども、単に自民が行って仕事してるだけです、そうではなくて自分たちのことは自分たちで決められるようにしていこうということですね。 ですから確実に地域の住民の皆様方のサービスが上がるという確信を持って、こういう5つの県域を分けたわけです。でこれは正確にかつ丁寧にですね、それぞれの地域に即してご説明申し上げたいというふうに思っておりまして、まず市民の方々とお会いしたいというふうに思ってまして、3つの区でありますので、これから秋にかけましてですね、複数回会合を持って、検討構想について、私の説明をさせていただき、またご意見を賜るという機会を得たいと思っております。ちなみにですね、放送といえば明日なんですけど、家康さんが学問を中心にしてパクス徳川な徳川の平和を作ったということでですね、これは NHK さん今日来てられるんでしょうか。 NHK は最近来られないんですか。BS プレミアム、NHK 来てないね。忘れちゃった。ありがとうございました。明日9時から10時半、あれは1時間半もですね、ザ・プレミアム、なんでこれなんだ、これなんて書いた、風雲大歴史実験ということで、鉄砲を捨てた日本人、これ私が翻訳した本のタイトルなんですけど、ノエル・ペリンという人、それでやるらしいんですよ。これも家康さん効果ですね。そんなこともありまして、メディアがですね、皆様方のおかげで PR していただいてるんですが、この先ほどの県都については、実は5つの地域の中におけるこの、府中といいますか家康公の最も愛された町ですから、
そこをしっかり県都という、なんて言いますかね、静岡市から静岡都になるわけですから、これは人口と関係ないです。静岡と葵区です。静岡と駿河区です。静岡と清水区です。で、そして広域のことは全体の5つの個性を発揮させられるように集中的にですね、全体を見ながらお金を集中選択でしつつ集中的に配分していくと、まあ、こういうつもりなんですね。言い換えますと他の4つの地域につきましても同じようにですね、まあ、県は要は府県制の廃止というのを自らやっていこうということです。県を自己解体して、そして地方を各地域の発展を図ると。実は私は地方政府はですね、地方を創生で地方を頑張ると、頑張ったところにお金を差し上げるというふうなスタンスですけど、本当は東京が問題なんですね。老化する大都市です。でその、老化するもう、このメガシティをですね、地方のために活用しなくちゃいけないと。でそのためにはそこにいる人材、権限、こうしたものを地方に確保しなくちゃいけないんですね。下に放たないといけないわけです。でそれやなさらないでしょう。自分たちをそのままにして、地方を頑張ると言ってるので、それはちょっと違うということで、私どもも国の東京政府に当たるのがその県庁であるということで、この静岡県を5つの地域に分けまして、それぞれの地方創生を図っていこうと。でその場合に、広域圏を作っていくということでですね、遡れば石川知事の政令圏構想です。で今日たまたま政令圏、たまたま東京で会議があってですね、帰り電車を私の目の前にですね、石川前知事さんが座ってられたんですよ。で私は食事をしながら、いらっしゃるの知らないでですね、大石君という人とですね、この件彼は昨日の会見に同席してなかったので、私はその感想などをですね述べながら、まあ、政令圏構想の話をしてた。おそらく聞こえてたと思うんですね、まあ、大変和やかなお顔をされてね。で政令圏構想というのは実はその、まあ、彼自体は6回出されてるんですよ、自治省に蹴られたと。で実は自治省でこれ出し続けるようにと言われたと。だから出してたんだと。それは昨日初めて聞きました。でそして、私は7回8回とやったわけですね。でそれでもう結局蹴られて、もうこれはさすがに8回も蹴られたらやめましょうということだったんですが、そうした中でこの後期アクションプランにですね、この構想を入れ込んで5つの県域に分けると、もう今や BS ジャパンのような民間の方々も活目することになって、4回少なくとも4回の番組になって全国に放送されると。私は三宅裕司さんの大ファンなんですよ。それだけにですね、まあ、伊藤四郎もすごいと思うけど三宅裕司もすごいなと思って、あのお笑いは大したもんです。その方がですねやってくださるっていうんでもう感動しました。うん、まあ、そういうことでちょっとなかなかと申しましてすいません。はい、どうぞ。テレビ静岡の入澤です。すいません、今ちょうど5つの地域という話の中で伊豆の担当の副知事を置かれると思いますが、はい、伊東市と熱海市の定例会見で市長がそれぞれその話を副知事の担当の副知事を置かれるということを報道で知ったという発言をなさったようなんですが、まずその伊豆の市町にどんな説明をされて今回のその副知事を置くということに至ったのかというのと、あと副知事という形を持ってこれまで以上に例えばお金を当ててくれるのかという声が上がっているようなんですが、具体的に何か副知事を置くことによって変わるだろうということがあれば教えていただけるとありがたいです。お願いします。はい、もうおそらく静岡県庁の、役人の皆様にとりましてもですね、突然の発表だったと思います。で中野塾ご本人もそうだったのではないかと思います。新聞にテレビ静岡新聞がその翌日に朝刊かなんかに出したんですが、その前日の夕刻に、東京で土屋君を私東京の用事だったものですから夕食に呼び出してですね、で彼も今単身赴任ですから一緒に食事をしながらということで、
その時に初めてやる気があるか、どういう構想を持っているかということをじっくり聞きまして、そして用意が完全に回る前にですね、彼に君やる気があるかと、そうすると自分は吉林さんという先輩がいらっしゃるのに、そういう先輩を差し置いてできませんなどと謙虚なことを言われたんです。そういうやり取りがあったので、ましてやですね、吉林君に僕は相談したわけでもありませんし、伊藤市長さんだとか熱海市長さんにも申し上げておりません。ただ彼は伊豆半島の出身であるということと、それから加茂振興局長という、ところに部長級として行っていただきました。でそのもう真意は外野席ではですね、部長が局長になったので、左遷されただとかね、降格されただというふうな誤ったこの誤解を持たれたんですけど、しかしもうメッセージは明確です、そこを集中的にやるんだということです。でそして権限を持たせます。で今度その企画局長には彼の腹心の部下を当てます。で彼は企画力を持つことができます。で同時にその企画を実現するための予算を当てれることができます。でそして全体静岡失礼しました伊豆半島をまとめるための、最初にあたっては鴨の拠点をどこに置くか、それから天城伊北ですね、高田が中心になると存じますけど、そのどこに点を置くか、中心を置くかと。で最終的にそれこそ江川太郎左衛門ではありませんけども、あの方は伊豆を治めてられたわけですね、伊豆だけではありませんけども、その治められた場所が今の二代までございます、拠点がですね、そういうようなところをですね候補に上がってくるんじゃないでしょうか。でそして言ってみれば静岡市あるいは浜松市と同じようなどういう名前になりますか、伊豆半島市のようなですね、そういう一つの伊豆を一つにするという明確な目的を持って派遣したものです。だから今までは加茂局がありました、あるいは沼津の事務所がありました、そこで通常の人事に従って何年間か勤めてまたこっちに戻られるということだったんですが、もうそこは独立した一つの地域として君やりたまえと、でやりますと、討ち死にしてくれと、それでもいいかと、もう骨を埋めると、自分の故郷だからと、いうことでですね、役人人生の最後を、これで飾ってくださいと、わかりましたと、じゃあ乾杯ということでそういうことだったわけです。事情はそういうことですね。それからもちろん高君が突然帰られると、有効人事は突然来ますものですから、それを受けて、かつその、ちょうど6月議会のもう最終に差し掛かってまして、ギリギリでしたから、まず本人、それから調整というのがありまして、全体これは根回しのと全くしないで決まって、その翌日の朝ですね、すぐに根回しというふうではありませんけど東京にまでおりましたので、電話を議長さんや会長さんや各会派のトップに差し上げると、いうことでもう時間切れでした。以上です。どうぞ。SBS テレビの柴田です。すいません、話題変わるんですけれども、国立競技場の話でも問題になっていますけれども、その公共建築の予算とデザイン設計のあり方についてちょっと伺わせてください。県内でも富士山世界遺産センターの入札が不調になりました。また空港のターミナルビルに関しても、県が工事予定額としていたものの倍以上のですね、額が見積もりが出てきたりしてますけれども、これ資材の高騰ですとか人件費の高騰だけではちょっと説明がつかないような額が出てきたりしてます。でこれプロポーザルの公平性についても疑問が持たれるような額が出てきてしまっていますが、今後こうしたことが続くと結構大変かなというのは考えてますが、これについての知事の問題意識でありますとか、今後のその、公共建築のですね、設計者の選定過程なども含めてですね、見直しとか改善策などがあるようでしたら教えてください。はい、世界文化遺産センターと、空港の増築部分ですね、これみんなコンペをして選んでもらったんですが、静岡県の場合はこれプロポーザル方式といいまして、デザインはそのプロポーザルの中の一つであります。デザイン設計、これを推進する体制ですね、どういうチームでこれを作っていくのかと
ということで全部入ってるわけです。で、まあ、そうした中で、たまたま今度実際に計算してみると当初こちらが想定した予算よりも相当に大きいと。これはもう契約違反ですから、まあ、ですから、もう非常に厳しい態度で臨んでいるということですね。今その途中です。で、富士山の方につきましては展示物については決まってますので、そこは進められるところは進めるという形で進めております。でこれは国立の競技場の場合と違います。国立競技場の場合にはデザインはデザインで、設計は設計、施工ということでですね、それぞれ違う段階を踏まれているわけですね。我々のところは、まあ、ある意味で全部一つをにしているということです。で、その国立の競技場につきましては一番気の毒なのは森喜朗を、その組織委員会会長だと思います。なぜ彼が攻撃されねばならぬか不思議です。ちなみにロンドンもですね、組織オリンピック組織委員会会長というのはどなただったかご存知ですか？セバスチャン・コーさんです。1500m、中塚 800m で素晴らしい記録を出した陸上選手です。そういう人ですね。で今度、来年のリオデジャネイロにおける組織委員会の会長というのはバレーボールの選手で、また後にバレーボール のチームを率いられてブラジルのチームを金メダルに導いた方ですね。ですからそういう人が会長なんですよ。だから新国立劇場のですね、競技場の、値段だとかどういうものを作られたとかいったようなことについて決定権なんか全くありません。でそれはたまたま元総理だと。でしかも、安倍さんを助けてロシアに行かれたりいろいろと韓国にも行かれたりしているので、なんか政治力がですね、古代に、その誤解されて、森さんがなさっているかのごとくに報じられているのは誠にもって気の毒であるというふうに僕は思ってます。で一方ですね、これはスポーツ振興センターですか、日本スポーツ振興センターというのがありますが、それの所轄はどこでしょうか？文部科学省です。でそしてその JSC が、その何かその責任があるかのごとくですけれども、事業主体はそこですけれども、責任者は文部科学省のトップです。でそこが当事者かどうかということで、当事者でないと責任がどこにあるかわからんとおっしゃったでしょう。明確に責任者ですよ。でそして当事者であるかのごとくにしかも行動されてます。2500億円かかるんだと、だから東京都に500億円出せと言われました。どんな根拠かと増さんから言われてですね、根拠が薄弱なので、2500億円を賄うために新たに法律を作って500円を出させるようにすると凄まれたんですね。これ当事者しかできません、こんなことを言えるのは。でそして批判が出てきて一旦少しく値段を下げられました。ところが、まあ、最終的にどういうご判断か知れませんが、やっぱりこのキール2つの、キールアーチを作ってですね、2500億円余りでやるんだと宣言されました。そういう文部科学大臣がおっしゃったので JSC はそれを受けて、もう仕方がないのでこれでやりますと。でそうするとこのその3日後に7月のいつでしたかね、10日ぐらいだったと思いますけど、安倍総理までですね、もうその設計変更は難しいというふうにまで言われたわけでしょう。ところが国民の批判が崩壊として出てきたと。でそれで、突如この白紙撤回というふうなことを安倍さんが言われた。安倍さんを振る舞ったのは誰ですか？ JSC が決めたからもしょうがないということで設計変更は難しいと思うとまで安倍総理がおっしゃった。それの前提になったのは、これで行くと言われた担当者です。で天津さえ責任が誰か分からんから、デザインと設計は別にもかかわらずデザインの委員会で委員長を務めた安藤忠雄氏にですね、責任があるかのごとく調べ直すとかっておっしゃって、もう誠にもっとおかしい。ですから当事者としての能力に欠けるで責任感が希薄であると
ということで、私は彼が外されて遠藤さんが東京五輪の大臣になられたのだというふうに思います。でそしてですね、まあ、それを受けてじゃあ誰が責任があるかと、そう首相は私が全ての責任を持つとおっしゃったテレビで、その責任を持つというのは確かにその通りですけれども、その文部科学大臣の、無責任を容認するということであれば、その宣言自体が無責任です。結果的にですね、無責任のままに事態が進行するということになって、でそして責任を負うべき人がその地位に5つ、新しい、五輪書を加えて、内閣全体でこれから責任を持って進めて、これは当然ですよ、国全体でやると。もう今までだと当事者能力もそれからまた責任感もないような人には任せておけないということ、それだったらば増田さんも一緒にやろうということで、これも家庭における増田都知事 の言動 もうそれぞれ最もなことだと思いますし、まあ、とりわけ繰り返しますけれども、元組織委員会会長の森元組織委員会会長さんがこの件についてですね、あたかもその下村さんの上にいるかのごとき印象でそこに責任をあるかのことに言ってるのは、おそらくご本人はですね、断腸の思いじゃないかと思います。彼はオリンピックよりも明らかにラグビーのことで、ラグビーはですね、オリンピックのほどたくさんの人を何するような会場はいらないんですよ、まあ、ですから私は森さんのことよく存じ上げてますので、本当に辛い思いをされていると思いますね、まあ、ですからやはりこれは責任者を明確にするということが大事で、特に文部科学大臣というのは人間の生き方についての模範を示さなくちゃいけないと、でこれから道徳だとか倫理をですね、教科書にするということを、その押し付けてくれるような、そういう文科大臣のそれ自体のですね、教養がまた器量がですね、今厳しく問われていると、それきちっとけじめをつけないと、こういう文化スポーツの祭典に対してお手を残すことになると、曖昧にしてはならないと。今は全体が無責任で誰が責任があるかわからないということを、自分が責任を持つ、内閣全体で責任を持つ、要するに無責任体制を容認するということに今なりかねない、そういう状況だというふうに認識しております。はい、すいません、できれば県内の方をちょっと聞きたかったんですけども、はい、特にまあ入札不調になったりとかですね、当初の工事予定費の倍以上の見積もりが出てくること自体はやっぱもうその、まあ、審査もやってるわけですね、審査員の方々がね、これはまあ結果としては仕方がないというふうにお考えということでしょう。いえいえ、仕方がないところか、もう契約違反として相当厳しく今望んでいます。場合によってはそれはもうこの契約は破棄するということですね。設計も施工も含めて、予算額をきっちり示した上で、なさっているわけですから、ですからそんないい加減な数字をですね、最終的に出してくるということであれば、それを受け止められないと。ただですね、倍近く出てきました、あれは最終額ではありませんので、差し当たって一回まあ概算をしてみるとこのぐらいになるというのがたまたま表に出たようでですね、まだ最終額決まっておりません。今は非常に厳しい、こちらの予算額は決まっておりますから、そこをベースにしてこのままでいけるのかどうかと、いうことの交渉の最中というふうに認識しております。かなり交渉大変だとは思うんですけれども、はい、最初33億っていうふうにこちらとしては提示してるわけですよね。そうですね、このプロポーザルの時にそこからまあ下げていく下げてものすごく大変だと思うんですが、これその最初概算で70で出てきた時にですね、そのプロポーザル他にも出した方たちいらっしゃるわけですよね、ええ、まあ、そういった方たちもですね驚いたとは思うんですけども、その設定とですね、そもそもやっぱり出てきたものがもう違うんじゃないかっていう、ね、一旦常識的なんですね思われても仕方がないのかなという感じがします。これは今今日は来てませんけど、難波副知事が担当してるんです。彼は、まあ、国交省の、まあ、その方面のプロですからね、おとなしい方がですね毛が逆立ってました。こんなことは常識ではありえないということで、まあ、相当バンシケルさんのところもですね絞られてるんじゃないかと思います。で今おっしゃったように第2第3位があったわけですから、まあ、そうしたことも視野に入れながらですね、まあ、しかしせっかく第1位としてみんなにことほがれて選ばれたものですから、その、贅沢なことがあそこに入ってたとするならば、その、
まあ、無駄は省いて、少しくこう飾ろうとかですね、デザインの奇抜さをそのより目立たせようとかというふうなことが結果的に、費用を上げ押し上げているということであれば、そういうものを削った時にはどうなるかと、まあ、いうことで、プロの目で今あのコスト計算を見直してもらっているという状況でございます。このこととあの国のことを比べたの違うからです。やり方がこちらはおそらくプロポーザル方式というのはですね、あのこれからあの日本で広まっていくんじゃないかと思います。今までのデザインはデザイン、設計、施工は別々というふうなものに対しまして、私どもはもう総体としてチームは誰で、組むんですかという体制まで含めてあのやっておりますので、まあ、したがってそこには当然 総体としてコストはどれぐらいかということはメールなんですね。今回のようにデザイン料だけ払うとかですね、あれいくら払ったの、10億以上でしょ、ザハさんのところにね、ばかげてますね。で結果的にはまあ何十億というお金を無駄にしたわけですけども、まあ、そういうことはうちには起こってません。比較のために申し上げました。ありがとうございます。ごめんなさい、あの朝日テレビですいません、BS ジャパン日本新発見の放送日時はですね、8月2日ではなくて8月9日、それから三宅裕二さんですね。私何て言いましたっけ。あ、そうですね、三宅裕二さん、あの厚見五郎、一家の座長さんですね。あ、すいません、あの朝日テレビです。あのちょっと話をまた検討構想に戻して、はい、ちょっと質問2点あります。あの先ほどその公聴会ということをおっしゃいましたが、あ、知事が直接市民に説明をするという理解でよろしいのかというのと、あとそれについて具体的に例えばいつ頃やるとか、いつ頃開催を考えているかということがあればお伺いしたいと思います。そうですね、あの私は直接やるんです。あのヘタさんと語ろうという公聴会を何回ぐらいやってるでしょうか。もう今まで何十回とやってるわけですね。あちこち回ってるわけです。そうしたその公聴会のスタイル、これはあのご意見を聞きつつかつ私の意見を言うという2時間ぐらいやってるわけですけれども、ただテーマはね、それぞれ地域に即したことでやってきたわけですが、今度はまた校長ですから広く聞くということでご意見を受け止まる、だったわけですが、まあ、広報の校長ということでこちらご説明申し上げて、まあ、検討構想ということなので差し当たってはですね、この静岡市の3区でやっていきたいということです。で、まあ、昨日を受けて今日のことなので、まあ、これから8月は、まあ、中国やそのお盆休みとか、それからこのお盆休みはもう日本全体のことでありますので、静岡でもそうですね、それからその後モンゴルにも行きますね、まあ、ですから、ちょっと今日明日ってことではありませんが、どこでどういう形でやるか含めて、まあ、校長の、まあ、プロがいますので、なるべく多くの方々に説明できるようにですね、時間も設定してやってみたいと、まあ、こう思ってます。昨日その田辺市長は、まあ、法改正に向けたプロセスに実現性がないですとか、まあ、平行線はたどったと思うんですが、肝心なその田辺市長に対するアプローチというのは今後どういうふうに考えていらっしゃいますか。やっぱり全てオープンでやった方がいいと思いますね、まあ、昨日のようなみんなの前でやってても最終的にぶら下がりでびっくりするような発言が出てくるわけですね、まあ、ですからなるべくオープンに、しかも市民県民住民に関わることですから、しかも彼自身がこういう公の席で君とは呼ばないでくれと言われたように、公の席ではみんなオープンにした方がいいということでですね、まあ、G3 も静岡市長が担当の時にはクローズドでしたということがありました。で、去年は浜松でオープンでやりましたね。で今年は静岡県が担当ですね、私はオープンでやるということで、特段隠し事をするような中身はですねありませんのでね、そういうことで、まあ、例えばですね、まあ、熊本市長は明確に反対していると。ところが、今朝誰だったかな、安倍拓也さん、安倍拓也議員からなんか親友らしいんですよ、熊本市長と。寝耳の水だと、そんな話を聞いてないと、
いう連絡があって、まあ、ですから正確な情報というのはですね、ある自分はこう言った、彼がこう言ったというふうなことを言い合っても本当に不毛な議論ですので、なるべくオープンで誰にも分かることを申し上げると。で、まあ、批判もその場で受けて、誤っているところは改めて、みんなの公益のためにやっているわけですのでね、それを進めて、そういうスタイルでやっていきたいと。校長も全く一緒で全部オープンです。昨日も市議の方もやっていただく、もともとは市長室でしょう、私は知事室だということで、会いたいのに会ってくれないということだったらいつでもどうぞということだったんですけど、いや会いたいのと言ったことはないということだったので、それだったらば私が行きましょうと、行く以上そのどういう形で話するかというのは非常に重要です。でそれでこういう記者会見室で誰もが入れるようにしてくださいと言ったのは私で、その交渉に当たったのは高木君です。でそういうのを受け入れていただいたのは本当に嬉しかった。でこれからはですね、これは市長さんのお立場は非常に重要です。しかし一方でこれは市民県民のためにどうしたらいいかというこの、脈絡の中で考えておりますので、こういう検討構想というのは日本全体に対しても問題提起をはらんでいるというふうに思っております。まあ、そういう意味では市長さんにもですね、その会に出てきてもらっててももちろん構わないしね、来るものは拒まずです。一切特定の人だけを相手にしてやるということはいたしませんで、市議の人、その他もろもろの方がですね、来られた時に、まあ、会場の問題があると思いますけれども、来るものを拒まないという姿勢は一貫してますので、この問題については特にそういう姿勢で臨みたいと思っています。そうしますとまた直接対談という形もあり得るというか、まあ、やりたいというようなお気持ちということですか。今度会いたいということであればですね、他の人に会いたいというふうに会っていただけないというようなことを言われないで、ぜひ高木君に聞いたら会いたいと言われてくることがないんですか。なかった。そうなんですよ。ですから会いたいのに会ってくれないというふうに言われたらですね、ぜひつないであげてください。私はもう最優先でお目にかかるというふうに、その時には必ずいつ、どういう形でお目にかかるかということを皆さんにお知らせをいたします。すいません、今の、お答えに関してなんですけど、まあ、みんなの前でやっていてもぶら下がりでびっくりするような発言が出てくるというふうに知事が今おっしゃいましたけれども、今日も、まあ東静岡の関係であるとか昨日の日本平の関係であっても、やっぱ県市が連携して取り組むという必要がある場面が多いと。でさらに、トップ同士の話し合いというのは重要だとは思うんですけども、一方でその、まあ全然を翻してしまうようだったら、まあ、信頼関係っていう意味で難しい面もあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、今の知事が感じている田辺市長への信頼について、率直に今どのように感じておりますでしょうか。そうですね、まあ、喧嘩は一方が賢ければ しなくて済むんですね。ですからもうそういう喧嘩越しにいかにしてならないようにするかということで、まあ、お互い大人ですからそうしなくちゃいかんというふうに思ってます。ですからそうですね、県市連携というのは言葉として大事なんですけど、私はもう県市一体ということで、東静岡でもここは市、ここは県、あるいは日本平の頂上でもここは県、ここは市ということになっておりますが、まあ、実際はあそこをお使いになる方にとって関係ありませんね。まあ、ですから自分がやるというよりもやっていただく方はなんて言いますか、公益を代表するような方に例えばデザインをしていただくと。でこちらは土地的には県、こちらは土地の面では市だと言っても、全体のデザインをしていただくのは一つの人にやっていただいた方がですね、いいことはもう明らかです。でこれは沼津の千本松原フォーラム、あるいはそもそもは私と沼津市長との関係がギクシャクしていた時にはですね、こちらが県、こちらが市ということで、まあ、それぞれ別個にきらめ姿勢と
会議場ホテルを建てるということになってたんですけど、これはやりましょうと、それを受け入れていただいてですね、でそれで統一したデザインで、その市の持ち物のメッセ、私どもが負担をしたホテルであるとか会議場であるとか、こうしたものはお使いになっている方々はもう完全に一つのものだと思われているでしょう。こうしたことの方がですね、市民は今でもありませんが、お使いになる方すべてに対していいんですね。そういう姿勢で一体的にやろうと、いうことで、連携で役割分担を言うのも大事なんですけど、やっぱり任せるとか、あるところは全部任せるとかですね、あるところは全部引き受けるとか、まあ、そうした態度も連携の一つじゃないかと思います。それでは以上をもちまして会見を終わります。ありがとうございました。